女になっただろう。早速女子のチェックですか。4年か5年の先輩じゃないかな。それにね、うちってこの手の専門学校にしては女子の比率が多いんだよ。校舎の建て替えと同時期に女子生徒の受け入れを強化したんだって。完備、完全バリアフリーでどんな人も安心して学校生活が送れます。でもさ、葵、ほんと変わったよね。
昔はもっと可愛らしかったのに、なんかゴツゴツしちゃってさ。ひどっ、私ゴツゴツなんてしてないもん。あんちゃんから聞いてなかったら気づかなかったわよ。そう、葵が帰ってくるってね。ハバネさんならうちのクラスだよ。今日は来てないみたいだけど。体調が良くないみたいでさ。山本、英語の辞書を貸してくんね。お、ちょうどいいところに。おーい、マーボー。だよ、アゲハ。なんか用か？お前と仲良くしてるとエリちゃんのご機嫌が悪くなんだよ。あれってやっぱジェラシーってやつだよな。いいからこっち来い。お、誰これ、転校生？アニハは見た目結構可愛いけど中身男だから気をつける。
何？は？俺だよって。え？お前、葵？なんで葵がここにいるんだよ。ってか転校生って。え？あんた驚きすぎ。そりゃ驚くって。いきなり出て行ったと思ったら、ろくに連絡もよこさねえで。俺やアゲハがどんな思いでいたか、てめえ知ってるのか。いやいや、勝手に私を巻き添えにするな。そのくせよくものこのこと。お前なんか嫌いだ。バーカバーカ。子供かい。こうなると思って教えてなかったんだけどね。知ってたらあいつ最初から全開であんな感じだっただろうから。あいつ最近彼女ができて調子づいてんのよ。小さい頃は「葵!」